This is the WNC Weekly Podcast. And now, here are your hosts, Tajiri and Ryan. Welcome to this week's podcast. ものすごい久しぶり、2ヶ月ぶりぐらいじゃないの？いや、アキラさんのところで、カフェ、後楽園ホール前、一回やったんですけど。で、ここはどこ？ここは、時割り違うよ。ここね、ニューオフィス。ダヴィンシー・レイナの新しいオフィスで、うん、まあ、アジトっていうね。そうですね、うん、で、まあ、それの、こっちは我々が使う事務作業する前、まあ、言ってみりゃ雑然とした部屋っていう、はい、で、向こうの方はちょっと広い会議室。ああ、広い、そうですね、うんうん、まあ、ちょっとこっちでいいよね。てか、まだね、片付いてないんですよ、全く。そうですね、はい、3日前が引っ越してきたのね、はい、うん。で、まあ、その間はじゃあどうしてたかっていうと、それはまあそれはまあ、ジプシーだった。まあまあまあ、レンボーアトローグループだから。うん、まあ、そうそうそう、うん、てか、地球が俺たちのオフィスだからね、はい、うん、そうなんだよ。で、あれだね、まあ、ここからこれからね、ここで頑張っていかな、ね、行くあるわけなんですけど、今向こうの黒板にもう日程が9月までずらりと書いてあるので、はい、結構いろんなこと言います。楽しみですね、うん、いやしかしね、ていうか、このジプシーのことしてるのに、うん、よくコロケの方頑張ったと思いますよ、ね、まあまあ、まあ、そのジプシーどういう意味かって言っていいのか言えないのか分からないけど、はいはい、まあまあいいや。で、まあですね、それで、あさって川崎大会です、はい、ね、うん、あのクズ、キトタク、オーストラリアマネーということ、うん、完全に嘘だと思うんですけど、うん、本当にそうですかね。あ、そうか、ライオンさんの試合はキトタクとも、キトタクがずっとオーストラリアマネー、オーストラリアものものが欲しいっていう、うん、理由で挑戦してるんですけど、うんうんうん、あとキャングルーチャーリーさん、本当に信じていいんですかね。いや、信じた方がいいよ。いや、ああいう面白い人はね、きっといい人に違う。その手紙読んだら、まあ、かなり、なんていうんですか、リエルの気持ちだと思ったんですけど、うん、大体、カンガルーチャーリーって名前が嘘つきだった。本名バレたくない理由はちょっと多分あるんじゃない？なんかあるんじゃない？なんか本当はなんか悪いことして日本を入れないから別人になって入ってきてとかさ。うん、ね、で、そのあれだよ、ライオンさんの友達の AJ イストリア、あいついいやつだね。はい、はい、まあ、まあ、今は全然仲いいんですけど、うんうん、最初は嫌なやつで、うん、でも謝ってくれて、うん、で、今一緒に、はい、ごめんなさいって、いや、うん、ちゃんと敬語を使ってるんですよ、ごめんねじゃないんですよ、うん、本当にごめんなさい、申し訳ありませんみたいな態度で、うんうんうん、あ、そう、はい、今一生懸命ダメージ練習やってるんですよ、ね、そう、はい、一生懸命やってるんだよね、はい、この前うちにも来てさ、そうですね、一緒にバーベキューでっていただきますって手に動いて終わった後ごちそうさまでしたって言ってたもんね。あ、うん、なんかカングルーチャーリーと二人ともなんか反省して、うん、一生懸命日本語の勉強とか日本の文化とかそういうそうなんかみたいです。カンガルーチャーリーはなんか秋川渓谷行ってなんかしめじがうまかったとか、あとなんか京都まで行ったらしい、なんか、ね、清水寺から飛び降りようとしたらしいよ、なんか、やめな、スタッフって言われたらしいみたいな。あと、鳥取砂丘に行ってきたらしい。今、日本を放浪して、日本の素晴らしさを満喫、いろいろ勉強してるらしい。でそれが川崎にちょうど帰って、まだ旅してるらしい。そうですね。あさってちょうど川崎に着くらしい、カンガルーチャーリー。うん、ね、はい。で、まあ、その AJ は黒潮でやるんだよね、そうですね。うん、いやー、けどね、AJ すごい熱心に練習来てるからね、うん、そうじゃない、うん、うん、で、あいつかなりね、この1ヶ月で上手くなったよ、はい、はい、なんかいろいろその細かいところ直すとかあったんだけど、はい、どんどん良くなってきた、そうですね、で、ちょっとロックアップ行く前に脇が空きすぎるのが、やさにこうやってロックアップするんじゃね、あれもうちょっとした方がいいよ、うん、あ、まあまあまあ、なるほど、で、明日、明後日、で、あとそこにちょっと今、ラーメンさんが編集中の DVD、また新しいのどんどん出ますから、はい、今編集中です、これ、カオちゃんがちょうど映ってる、カオちゃん、松本美和子とシングルやるんで、ああ、そうですよね、うん、うん、いや、カオちゃんね、最近すごいですね、そう、ね、俺、一昨日の練習で、ライオンさんにタックルやってたの見て、うん、びっくりしたんだよね、うまくなってて、はい、なんかね、ここに来てね、素晴らしいとこ行ったんですよね、そう、本当に思った、俺、あれ。ね、なんか結局、WNC の練習って、アキラさんがやってる時は、俺、行かないか知らないけど、
俺がやるときって基礎基本的なベーシックばっかり、うん、いつもそればっかじゃない。でそれをやり続けないとベースができないんだよって言って、でベースができればあと派手な技はもうあとは自分のセンスなんだよ、だからベースだけやればいいっていうのが俺の信念なの。でやっぱね、それをカホちゃんなんか全然練習休まれて毎日来るじゃん、はい、それをやり続けた人と途中でやれなくなった人の差ってのがすっごい出てきてる、本当にそれね、もうお客さんもそれ気づいてる人きっといると思うよ、うん、これまた俺嫌なやつなんだけど、でもこれプロの世界だから別にもうそれは本人の責任だからデビューしたら、ちょっとね、これ耳が痛いやつもいるかもしれないけど、もうね、もうそれはプロの世界だからしょうがねえよ、けどカホちゃんはすっげえ良くなってきてるよ、うん、そしてあとどんな試合があったっけ、あとあれだ、首里、誠、小春対、はい、雫明、アレックス・リー、リンバイロンって、そうですね、リンバイロンどうなったんですか最近は、うん、いやそれよりね、雫だよ、雫対首里の話だよ、これはもう それが一番見どころだよ、これは、はいはい、やっとね、あだからレーナの旗揚げからだからいつからよ、もう1月か、ね、でそれから雫はずっと首里を、ね、追い詰めてて、はい、やっと当たれるってね、あどうですかね、最後ですね、いやーねー、じゃあね、あの雫ってあの体のデカさね、はい、すごいで、あの俺かなり才能あると思ってんだよね、ただね、なんかそれをやっぱこう、なんていうか伸ばしてくれる人とまだ出会ってねえんだろうな、この子はっていう感じで、はい、で雫がね、なんか余計なこといっぱいやっちゃうみたいな、なんかあの合体もこう持ち上げて回した仲間を落としてみたいなとか、はい、で雫明がこまごました小細工いらねえんだよね、まあ、あれそれこそこういうぶん回すパンチとかで、はい、あのロープ振る前そういうので追い詰めたったりとかしたらめちゃくちゃすごく見えるよね、あのね小細工のプロレスになっちゃってるね今、あのなんていうかな、だからねこれから変わるぜあれ、けどほんと首里にとってね日本人で最強の敵になる可能性はあると思うね、雫ってのは、うん、この前首里はメキシコに行っちゃいましたね、うん、いや今日ねメキシコってねいろいろこうなんかプロレスルチャの面白さに目覚めたみたいで、なんかこの前もいろいろやってたんだけど、まあ、そうだね、首里はメキシコ食べ物大丈夫でした、あもうね大丈夫だったらしい、なんかねあの前2年前行った時は全然食えなかったんだけど、もう腹壊してすぐにお腹痛いですっつって、はい、今回はね何でも食ったらしい、で特にねメキシコはハンバーガーがうまいことに気がつきましたって言ってたよ、でも本当に肉本当に入ってたあのネズミの肉じゃないですか、いや犬の肉だいやなんかね俺が住んだとこの近くに犬がいっぱいいるタコ屋があるんだよ、はい、で街いついなくなってで、そのメキシコから帰ってきて、なんかちょっとルッチャのインスピレーションが少し入ったんじゃなかったんですか、あのそうだと思うよ、コロケの方でなんかルッチャっぽいの、うん、あと横浜でもなんかちょっと面白かったですよね、はい、うん、いろいろね、いろいろけど結局まあシュリちゃんはやっぱこう格闘技系がやっぱ主軸になっていくと思うんだけど、スタイルとして、うん、でまあいろいろね取り入れて自分流を作っていくのが本当プロレスだと思うから、はい、自分流ね、うん、うん、あとは何の試合があったっけ、セミファイナルが大変、あ、俺か、はい、うん、いや、アキラさんとね、東京で組むのは2年ぶりぐらいだよ、あで、土井高橋で、はい、で、土井はまあシングルも去年、もう1年前だけどね、はい、やって高橋はね、この前横浜でちょっと絡んだけど、ほぼ初めてなんだよ、うんうん、いやね、だからね、ほぼなんかこう、すごいプレミアな、俺にとってそうですね、うん、どうなんだろうね、うん、なんかね、パワー対スピードとベテラン、うん、なんですけど、まあ、前がいやね、俺ね、やっぱね、気になるんだけどね、あのなんかね、土井も高橋もね、あと黒潮もあるんだけど、怖くねえんだよ、全然。あだね、見てて、客席から遠くから見て、怖いと思ったこと一回もないね、プロレスうまいのは分かるんだけど、はい、うん、なんか足りねえな、そうだね、うん、悪いことをしようとしても、客さんが、うん、おーとか、かわいいとか言うじゃないですか、うん、なんかね、なんていうかな。なんてスパークしてないよ、ね、なんか上品なんだよね、なんか足りないよ、うんうん、本人が本当にいい人だからじゃないですか、多分、うん、けど俺もいい人だけどさ、あいや俺はいい人じゃないからみんないい人ですね、うん、レジメンバーはそうなんだよね、うん、けどそれじゃダメだからね、いつまでもね、うん、でもあいつらもそろそろ3年ぐらい、うん、2年3年となってくるんで、同演、はい、うん、のデビューは2000そう、スマッシュでデビューしてるからね、あもうすぐ3年でしょう、はい、うん、クロシオの次の、そうだよ、クロシオの次のデビューしてるから、そうだよ、もう3年かです、やっぱね、足りないね、まだまだね、うん、やっぱね、自己主張、自分のね、そのなんていうか、心の中からのなんか叫びがないからと思うんだよね、俺、それって、
なんかまあイケメンやってるから今全然怖くないですけど、うん、それはキャラ描いたらどうかね。そうね、なんかね、あいつらのマインドを変え、マインキャラクターをというかマインドをね変えなきゃどうしようもないような気がするな、うん、俺はね、うん、そろそろ何かした方がいいんじゃないかね、うん、あいつらもなんか、うん、自分たちで考えて。そしてメインが、隣にいる子供さん、うん、はいはい、パンテラ何か話した方がいいよ。あ、そうですね、まあ、メインでシングルパンテラとっていう、なんかまあ何回、3回目かな、パンテラが来るの、うん、やっぱ1回目来た時からすごい、もう初日からすごい仲良くてですね、お互い切磋琢磨して、まあ向こうメキシコパンテラ帰って会えない時もお互いまた上がってっていうなんかその3回目でようやくこうちょっとなんか確かめ合うじゃないですけど、うん、そういう一戦になるんじゃないかなと思います、うん、けどラズオナってこの前アキラさんとやったのもそうだけど、なんかじっくりやっていい会場だよな。そうですね、うん、なんか逆にこう見てっていう、うん、お客さんも近いし、ラズオナ2大会メインじゃん、それから。あ、そうだ、うん、あ、でも全然気にしてなかった。いいね、まあ、どうでもいいことだもんな、メインとかセミとか第一試合てか、むしろ第一試合とメインが大事っていうね。そうです、うん、ああそう、第一試合も同じくらい大事なんですよ、実は、うんうん、そう、いや、そこにね、文句つけるやつもいや、カオちゃんじゃないよなんで今カオちゃんって言ったの。いや、第一試合だよ。いや、しかしパンテーラと今のパンテーラと小玉はね、すごいと思うよ。いや、この前後楽園で久々に見たんですけど、うん、すごかったっすね。いや、すごかったよ。いや、今日ね、パンテーラもカズさんとやったの、うえーっつってたよ。小玉すごいねーっつってたよ。何をおめえら、おめえやってんの、気持ち悪いじゃん、うん、いや、ほんとハートが良くて、パンテーラ、うんうん、いや、あいつハートいいよね。なんかさ、文句言ったとか問題起こしたとか何一つないもん、あいつ。で、何出してもちゃんとうまいうまいって、こんなまずいくせに。いや、だからね、あれなんだよ、多分ね、しょっちゅうやってもいいと思うんだよ、はい、パンテーラとシングルってのは、はい、だって別に、なんていうか、それが別にこいつはないけど、後楽園のメインでやれるカードではないし、うん、けどいい、絶対いいものになるから、うん、どんどん見せた方がいい。ハリーさんスーパークレイジーみたいなシリーズ。ああ、なるほどね。なんかどんどん育って、2人で育ってる。で、絶対に2人とも上手くなると思うんだよ、うん、そういうライバル見つけると必ず上手くなるからね、うん、だからそういう試合になるような、うん、予感は。ああ、そっか、確かにクレイジーみたいになってくってね、うん、なるほど。いや、俺とクレイジーなんかね、週4回、1年間やったよ、毎日もう。そうですね、うん、すごい話題になってる、みんなの中、うん、あの二人とか、みんなそまだ言ってるんですよ、それは。それこそそのうちメキシコへ行ったらいいんじゃない、一緒に。やっちゃうんじゃないの。いや、急にパンテラが嫌なやつになったりしてね。多分次はまたアメリカじゃないですけど。ああ、ちょっとなんかまたそういう話が、またそういう話ですね。まあ、とりあえず川崎ですよ、はい、で川崎終わったらレーナがありますけど、それはまた相性でいいか、はい、うん、けどあのレーナにはですね、アマポーラっていうCMLL 史上最高の実力者っていう言われてる、あの首里からベルトを奪ったのがやってきますんで、うんうん、で新木場でナルミヤさんがなんと挑戦するって、うん、でフェイスでは首里であるからね、うん、でそしてあれそろそろね、そのベルナルド・バンダムに持ってかれたベルトへの挑戦者を決めるトーナメントが来月ぐらいから多分始まります。でちょっとね、それへの布石もあるからね、てか、もう、あれよ、なんていうか、もう大体構想はできてるから、うん、けど、まあ、もちろんね、そういう感じでいた方がいいと思うよ、うん、まあまあ、ライオンさんはオーストラリアチャンピオンだから、もうスペシャルだから大丈夫です、ね、まあ、そんな感じですかね。でね、川崎でなんか特別なことはなんかないかい。川崎、あ、で、そのレーナのチケットの即売会が、即売会もあります。周囲誠、小春、かおちゃんが、写真、買ってくれたら写真撮るんだよ、ツーショットって書いてある。そうですね、何時か？チケット12時15分から12時半までの間に、うん、正面玄関のところに集まっていただいて、で次回25日の、レイナの大会のチケット、または、6月29日のレイナ新木場大会のチケットを買ってくださった方には、首里選手、誠選手、小林果歩選手、日向小春選手4選手とお客様で、なるほど、ファイブショット、すごい、ファイブショット、なるほど、いいね、すごいね、うん、お、俺も買ったら撮ってくれるのかな、俺らいいじゃねえか、カンガルーチャーリーが買っちゃってくれるの、余計余計、しちゃってんの、
やまあ楽しみ。とかで明後日川崎です。はい。でちょっとここもまだ越してきたばかりで殺風景だけど、ちょっと人間が住む人間が仕事するようにちゃんといろいろ飾りますよ。あのお花とかさ、まあ、でもそれ風船とかさ、毎週ポッドキャストやるからどんどん変わると思うんですよ。毎週見ればどうやって変わるかがね、みんなが、うん、そのうちここに誰かがこうあの顔だけ出して埋められてさ、吊るされてたり、そう吊るされてるから、うん、はい、まあそんな感じですね。はい、はい、じゃあまた。You can't